皆さんこんにちは、アサボー TV ニューヨークのやつみです。このチャンネルではグレイヘアに関する情報やニューヨーク、日本での出来事、そして私40歳アラフォーの美容法や考え方などを発信しています。興味を持っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Look at this. 見て、めっちゃ可愛くない？久しぶりに髪新しくしました。ここのボリュームを抑えてって言われてたのに、なんか動画を見返したらすごい広がっちゃって、だからスタイリストさんの名誉のために今撮ってます。さっきこうやってやったのにな、嬉しいって言って触ってる間に広がっちゃったのかもしれない。可愛いね、めっちゃいい感じだね。一瞬別人かと思うよね。もうそのレベルのイメチェンをしたくって、で、まあ、今日はこのヘアについて、まあ、どういう風な流れでこうなっていったかとか、担当してもらったスタイリストさんの話とか、中でした会話とかをちょっとシェアしていきたいと思います。そう、さっきも言ったんだけど、もうすっごいイメチェンしたいなっていう気持ちが強くなってて、グレーヘアって、まあ、基本的にはさ、移行してしまったら色とかずっと一緒じゃない？もちろんね、徐々に増えていったりして変わっていくとは思うんだけど、まあ、短期で、まあ、1、2年とかで見るとそこまで変化が多くないなっていうのがあって、特にハイライトをしなくなってからのこの1年半弱ぐらいはずっとね、色が一緒で、まあ、最初は全然それはそれで楽しかったんだけど、最近ね、なんかこの半年ぐらいなんか変えたいなみたいな気持ちになってて、で結構さ、私もこう髪の毛を切るときにあんまりどうしようっていう気持ちがあんまなくなってて、なんかこう長さを変えてもらうぐらいになってたの。でも、まあ、今結構環境が変わっていて、こう日本にいてみたりして、自分の中の感覚とか、なんかこれがいいなとかこうしたいなっていう方向性とかがちょっと変わってきて、それですごいこうイメチェンしたい欲がさらにこの2ヶ月ぐらい高まってたのね。でしかもちゃんと私の個性が出るような保守的な感じじゃなくって、でもまあ奇抜すぎるのは似合わないんだけど、でもちょっとだけ攻めてるような感じの髪型が良かったのね。でこれってすごくこう、この感覚のこう一致してるかどうかっていうのがすごい大事だなと思って、それぞれさ、得意な分野とかやりたい方向性が違うから、写真を見せてこういう感じにしてくださいってとかっていう、そういう感じじゃないなと思って、こうピーって私の感覚と共鳴してくれる人、絶対にこうピンとくる人にやってもらわないといけないと思ったの。でそれでもう2ヶ月ぐらいすっごい探して調べてでして、まあね、私も12年日本にいなかったし、日本のこともキャッチアップできてなかったから全く情報がなくって、サロン界隈っていうのも結構変わっていくじゃない。今はこのサロンがいけてるとかさ、今こういう方向性とかさ、でどういうところが私の感覚と似てるんだろうとかっていうのももう分からなくって、でさらにね、人生で初めてスタイリストさんを指名しようみたいな感じになってるわけ。これまではさ、なんだかんだやっぱ美容師のお友達がたくさんいたから、お友達にやってもらったり、まあ、仕事でやってもらったり、あとはまあモデルでやってもらったりっていうのが多くて、本当に自分でこの人がいいなと思ってっていう感じのことがなかったの。みんなね、すごく上手で可愛くやってくれてたんだけど、あね、もう調べ方が全然分かんなかったでとにかく、まあ、インスタを見て、まあ、何か情報が載ってれば飛んでって感じで、じゃあ今度はホットペッパーで見てみようかなって、まあ、その日行く場所に合わせて見たりとかしてて、でもさ、ホットペッパーってエリアを選べるんだけど、ジャンルっていうの、その系統が選べなくって、でさ、日本のヘアサロンの9割ぐらいって結構こうコンサバな感じだと思うの。可愛いを作るみたいな、まあ、すごく個性的というよりかは、こうみんなに受けるような髪の毛を作っていきましょうみたいなのが多いと思うの。でその9割を含めて選んでいかなきゃいけないっていうのがすごい大変で、でさらにその中でさ、1割もあるかわからないぐらいのちょっと個性的な、なんか方向性を示してるサロンみたいのがあったとしても、自分に合うのって本当に 1% あるかないかぐらいの話だと思うし、それでやっぱ難しいなってなって、またインスタ戻ってみたいな感じで、でもね、なんかこうとにかくカルチャーを作ってるような人を見てて、
でこの人かなっていう方たちは何人かいたんだけど、でまあでもなんでこう決まるに至らなかったかっていうと、やっぱこの人だっていうビビビ感がなかったんだろうね。なんか絶対この人みたいな、なんかねそういう気持ちでやりたいなっていう感じだったんだよね今回は。なんかで最近さ、いろんなことでなんとなく選んじゃってうまくいかなかったりして、すごいいいってなること多くて、まあ、その髪型の話じゃなくてね、本当いろんなことで、なんかそういう失敗が多いから、まあ、近いからとか、なんとなくここでいいやとか、もう探すの大変だからここでいいかとかはもうやめようって思って、なんかそうなりがちだったのね。そもそもね、あんまりこう積極的に外に出かけていく感じじゃないから最近、だから髪切るためだけに出かけたりするのが結構無理で、だからなんかね予定とかませて行きたいって感じだったの。だからまあ見つからなかったっていうのもあるんだけどさ、それで数日前に、最近さ毎日夜中に目覚めて何時間も眠れないみたいのが続いてて、でその日もそうだったので、次の日に、まあ、予定が入って急に、だからそのついでにこう行きたいと思ってまた探してたわけ。本当そのやり方やめないといけないんだけどね。で徘徊しても飛んで飛んで飛んでって感じで見つけたんですよ。やってもらったのが表参道にあるヘブンスっていうサロンの野崎さん、店長さんね多分。 Exactly this みたいな髪型が乗ってて、そういうことが今までなかったの。なんかこう長さは違うけどこんな感じでこうでみたいなのはあったんだけど、もうまさにこのこれに乗ってる、これにしてくださいって、私あんまりそういうことってなくって、でもその時はもうこれだってなって、でもう即座に決めて、もうこの血流ブワーみたいな、絶対これってなるようなこの瞬間を待ってたわけずっと。でも朝方4時に予約して、こうやって指名して予約するのが初めてで、ね、相談もしてないうちからメニューを決めなきゃなんかって思って、すごい難しくって、まあ、今回はその写真のやつにしてもらいたいと思ったから、まあ、パーマについてはちょっと相談したかったけど、カット、パーマ、トリートメントを選びました。で当日行って私のなりたいイメージを伝えて、これにしたいんだけどって言って、でも状況とか髪質とかで全然さ人それぞれ違うから、まあ、そういう話して、私の髪質とか今後どうしていきたいかっていう今後のビューとかを相談して、まあ、その時はね特にグレーヘアのことをなんとなく伝えなかったんだよね。それありきでもちろん考えたかったんだけど、見たらわかるしカラーをするっていうのも選んでないし、自分的には当たり前にあるよっていう感じだったからっていうのがなんかまあ数パーセントあったかなと思います。早速その最初にカットをバババってしてもらって、でマッシュウルフみたいにするだけでもすごいよくって、まあ、パーマもかけたかったんだけど、パーマなしでそのマッシュのウルフみたいにしてもらおうって2ヶ月ぐらい前は思ってたのそういう感じで最初にこうカットしてくれたらすごいよくって、で野崎さんもこれもいいねって、めっちゃ似合うねって言ってくれて、じゃあパーマいるかなとか、まあ、グレーヘアだからこう汚い感じになるのは嫌で痛ませたくなくてっていう話もその時に伝えて、で前髪だけかけるのもありかなとか、なんかそういう話をしていろいろ相談に乗ってもらって、でせっかくこのパーマでこのデザインをしてくれるっていうことでその方を選んだのだからやってもらおうと思って予定通りパーマをかけてもらうことにしました。でもそれが大正解だったんだよね。もう最近さ巻いてたわけ、コテで。でもコテで巻いてもさすぐ崩れちゃうし、なんか、まあ、その用にカットしてないっていうのもあって綺麗にならない。で風が吹いて待ち合わせ場所とかに着いたらもうボッサボサなの、ただのでなんかすごい汚い感じになっちゃって結構難しかったんだけど、パーマかけてもらったらさすごい楽。もちろんスタイリングをしなきゃいけないからスタイリング剤つけるとかそういうことはあるんだけど、なんかこれがある程度保たれるって思うとすごくこう気が楽だし、コテで巻いたりするのってすごい時間かかるじゃん。でそんな一発で思い通りのデザインになるわけじゃなかったし、なんかそれで30分とか1時間とか準備の時間を取られたりする感じだったから、やってよかった、っていうか早くパーマに足を踏み入れればよかったって思いました。そうで、実はさパーマさよく考えたら人生初か、高校生の時にもしかしたら一回かけたかなっていうくらいなんだよね。こんな感じかってめっちゃいいね、めっちゃ楽。
まあ、楽っていうかまだ1回しか自分でスタイリングしてない、今日が初めてなんだけど、でもすでに楽しい、楽しいし、なんかいいね。パーマかけてもらってトリートメントしてもらって、ストレートアイロンみたいな形のさ超音波のやつなんて言ったらいいのなやつでジジジジジジってこう挟んで浸透を促すみたいなトリートメントをやってもらいました。でもそういうのってさ家ではできないことじゃない。最近さ髪きれいにしたい欲がすごくて、ほっとすごくて、だグレーヘアってやっぱりこうちゃんと手入れされてたりトリートメントちゃんとしてるっていう感じが大事だなと改めて思っていて、そう、それで家ではオッジオットのトリートメントとシャンプーを使ってやってるんだけど、それがすごいいいから、まあ、サロンでは今後やらなくてもいいかななんて思ってたんだけど、でもやっぱりきっとこう家でやってるよりすごくいい結果になるだろうなって思ったので、まあ、せっかくだからもうパーマもかけるしその時にやってもらおうって思いました。やってみて思うけど、いろんな意味でサロンでトリートメントしてもらうと気持ちも潤うし髪も潤うしで、やってよかったなって感じ。久しぶりだったかも。ニューヨークではさ結構ホームサロンで切ってもらってたり家に来て切ってもらってたりっていうことが多かったから長らくやってなかったし、本当に日本に一帰国した時に友達のサロンでやってもらった時以来だからすごい久しぶりで、なんかこうやってもらってるっていう感覚がいいなと思いました。髪もね全然傷んでないのよね、パーマかけても。あ、でそこでやってもらうパーマはコールドなんとかみたいな感じで温めないでやるやつだから傷みづらかったり、なんだったっけな、その後の髪に影響が出づらいのかなみたいな感じでした。私がね髪が綺麗な人が好きなんだと思う、ただ単にでそれに憧れてるっていうのがあります。何、うにょうにょがさらにこう傷んで見えてしまうっていうことから、グレーヘアはやっぱりトリートメント大事だなと思いました。で、まあトリートメント終わってもう鏡を見たらパーマかかっててさ、誰ってなった、めっちゃ興奮した。でその後またこう丁寧にデザインカットをしてくれて、どんどん素敵になっていって、わーおって感じだった。で私もさ何かを作り上げたりデザインしたりする側の人間だから、すごくね良いインスピレーションをもらいました。なんかやっぱこうやって何か想像する人ってかっこいいなって、勉強になりました。それで今後のヘアプランについて話していたら、色もハイライトまた入れてもいいのかななんて思ってるけどみたいな話をしてたら、絶対カラーしない方がいい、これがいい、この今のナチュラルなグレーヘアがある感じ以上に他に良くする方法が見当たらないって言ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかった。私は今その一緒にねグレーヘアをいいじゃんって感じで肯定してくれて、でもさいわゆるグレーヘア専門の美容師さんがこうみんな同じような見た目とかデザインにする感じじゃなくって、私を見て私の個性を引き出してくれて、でそのスタイリストさんの技術とこう合わせて掛け算していくような感じで一緒にやっていってくれるスタイリストさんを探していたのね。だからその野崎さんに出会って今後私のグレーヘアの可能性をもっと見出せるって思ってめちゃくちゃワクワクしました。あ、そうで、そのもうカラーはカラーとかで今後変えていくんじゃなくて、こういう風にデザインを変えてやっていくっていう方向がいいと思うって言ってくれて、本当にこの方を選んでよかったと思いました。しかも昔から知ってる友達みたいな感じだったんだよね、不思議なんだけど。でもまあそれはまあ野崎さんがすごい優秀な美容師さんでお話が上手だからっていうことなんだと思うんだけど、でも私はこう普通にいられたし、普通にこうグレーヘアのことも相談できたり自分の要望を伝えたりできたり、でそれに対してこういい感じにポン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 ってこうやり取りとか提案ができてたので、すごく心地よかったし、また野崎さんにお願いしたいなって思いました。前髪の量が多くなったことで結構こう前髪あたりのグレーヘアのこう下ろしてる時のグレーヘアの感じがあんま好きじゃなかったの。なんかちょっと汚く見えてしまうっていうか。でも今回こう前髪をねこう厚めに作ってもらってることでこう見え方が変わってめっちゃいい感じだな。
なんかね、髪の形ももちろん可愛いんだけど、なんかグレーヘアの見え方がさらに完璧になったって感じする。前髪なしで立ち上げて、ここにね、グレーヘアのメッシュみたいなやつが来るのもすごく好きだったんだけど、今のこの感じもすごい気に入ってる。で、なんかグレーヘアの色味が、そう、黄みがなくって、なんかいい感じの色してるって言ってもらって、もともと私は黄みがないタイプではあると思うんだけど、最近カラーバターとトリートメント混ぜてちょっとだけ色をのせたっていうことがあったので、それがまだ残ってたのかわかんないんですけど、いい色だって言ってもらいました。カラーバターとトリートメント混ぜて色をのせましたっていう動画撮ったんだけど、自分的にあんまり気にならなくて、編集までしたんだけど結局公開できなくって、残念。またやるときに撮るわ。この髪型でやった方が絶対可愛いと思うから楽しみにしてて。今後伸びてきたら、ここにまたパーマをかけてトップにボリューム出して、でもうちょっと伸ばして形変えていくこともできるって感じだったので、まあどうなるか分かんないけど、とりあえず様子を見たいと思います。めっちゃテンション上がる。腰に手当出ちゃってるもん。なんかね、この髪型にしてからやっぱすごい雰囲気が変わるから、今までしてたメイクが似合わないなって思ってるので、ちょっと変えていきたいな、研究したいなって思ってるのと、服はどうだろう。でも多少なりとも変わるよね、当たり前の。うん、こんだけ変わったら。この髪型が変わったのをきっかけに、私もちょっといろんな新しい方向性を見ていきたいなと思ってます。皆さん、ゴールデンウィークですね。私が毎日飲んでいるアダプトラテの公式サイトでもゴールデンウィークセールを実施しています。クーポンコードやつみ10を使用していただくと、サイト内商品がさらに 15% オフ、定期購入の方にはアダプトマグが無料ギフトついてきます。かわいいよね。これは保温保冷機能がついてるステンレスマグなんだけど、私常に白湯を飲んでるから、こういう保温マグは必須なんだよね。アダプトラテはまあ代替コーヒーと言われてるんだけど、ココアのような味で、そう、私はさ、コーヒーを飲まないし、ほんとお昼過ぎたら飲めないのね、夜眠れなくなっちゃうから。だから夕方になって、あ、これから仕事で集中しないとっていう時にこれを飲めるっていう気楽さがあるし、あとね、ストレスを減してくれる。それが私好きなところ、すごく。でね、機能性キノコって聞くとちょっと怪しいって思う人もいるかもしれないけど、アダプトゲンのキノコっていうのは、その漢方とかにも使われてるし、サプリメントにもなってるものが多いので、あの、みんなの日常にもう浸透しているようなものが多いので、私の過去の動画でもそれについて詳しく説明しているものがあるので見てみてくださいね。じゃ、今回はこの髪型にした用は以上になります。かわいいでしょ。マジ気に入ってる。こういう感覚になるのが久しぶりすぎて、この興奮をどうしたらいいんだろうみたいな。もう鏡見るたびに、かわいいみたいな言ってるからね。野崎さん、本当にありがとう。そんな感じですかね。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バーイ。